はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はとってもいいものを紹介してます。こちらね、はい、まだね、発売して1週間経ってないですね。発売した直後でございます。 HF340 ドローンです。おじいの大好きなドローン、ラジコン大好き、ドローンも大好きね、おもちゃ関係大好きね、やったーってことでね、はい、今回はこちらになります。ホリストーン HS340 になります。これね、すごいんだよ。何がすごいってね、はい、説明したいと思います。テラリン、はい、こんな感じでね、これね、カメラがついてますね。まあ今時ね、カメラがついてるドローンは珍しくないね。でもね、機能がね、またすごいんだよ、魅力的なんだよ。じゃあね、いろいろ紹介していきたいと思います。で、最初見たら分かるように、こうガードがね、こうレーンがついてるので、まあ当たっても大丈夫だね、これね。まあレーンは外して飛ばすこともできるし、まあ初心者のうちはこれつける、まあつけてた方がまあいいよね。で、お部屋の中で飛ばせるやつなんでね。で、こうしてね、スマートフォンをつけてカメラを映しながらね、いや、もう飛行士になった気分だね、これね。はい、パイロット気分で楽しみましょう。で、今回はなんと 720p の Wi-Fi カメラを搭載しております。すごいでしょ。そしてね、リアルタイムで映像を送ってくれる、迫力満点だね。そしてジェスチャーコントロールがついてる。このね、ジェスチャーコントロールって、あっと思った方いると思うけども、表で飛ばす大きいドローンのちょっとね、上位機種じゃないとなかったんだよね、ジェスチャーコントロールってね。それがね、パワーアップしたやつ、今までね、ちょっとしたのはあったんだけど、いや、本格的なやつがね、結構ついてます。びっくりしたよ、ね。はい、あとモジュール化、バッテリー2個ついてるということで、飛行時間は22分飛ばすことができます。すごいでしょ。まあ、1個で10分ぐらいはね、飛ばせるよってことなんだね。これモジュール化バッテリーなんで、ガチャンガチャンってこう、めっちゃ楽なやつ。これね、いちいちね、くる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 ってやってね、蓋パコってやって、こうやってやって、ああ入んねえな、ええやってやながらね、またくる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 って、ネジとか落としちゃったとかね、そういうのがない、モジュールだから、ガッチャンガッチャン、めっちゃ楽なんだね、これはね。はい、そしてさまざまな起動方法を自由に選択できますよってことで、これもね、ちょっとびっくりなんだけど、これ、テイクオフとかね、ランディングとか音声で制御できる。まあこれは英語だけだと思うけどね。音で操作できる。めっちゃすごいよね。で、これ、放り投げ飛行。UFO ドローンってあったよね。パーンってやって飛ぶやつ。あれもそのまんまこのドローンで、その機能がくっついた。マジっすか。そして、このリモコンでね、ワンキー機能。ね、ワンキーでパーンってこう上がるよね。初心者向けでね。それもあるよってことで、すごいよね。こんなに便利になっちゃった。いやー、どんどん進化するね。そしてさまざまな新しい飛行体験を楽しもうということで、ホバリングモード、これがね、上位機種だったんだよ。自分の中心をこうやってホバリングでこう回ってね、撮影してくれたとかするじゃん、ね、このホバリングモードついてるんだよ。マジかよ、さぞお高いんでしょって思うよね。1万いくらぐらいとか2万ぐらいしないとこんなないよねってね。いや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 、これね、後でびっくりしたからね、これね。そして、高速旋回モードね、ぐるぐるんちでね。で、あとね、原石、これ自分でね、マップでこうピッ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 ってなってね、飛んでくれるやつね。ここら辺がね、本当上位モデルにしかないようなものがもう普通にくっついてきた。びっくりしたね、これね。本当って感じだよ。しかもこのサイズだよ。リモコンが入ってるし、ドローンちゃんね、この部屋で飛ばすサイズだから、いや、こんなコンパクトなドローンにこれついてるんだよ。すごいと思わない、ね、びっくり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 でしょ、本当。はい、そしてね、これ安定性のいい高度維持ね、一定の高さをね、保ってくれる機能があります。そして緊急停止があります。ピッてやったらビューッってね、バッテリーがなくなってくると暴走しやすいからね、緊急停止でピッてやったらビューってね、があります。そして、ヘッドレスモード、ね、これはね、ラジコンってさ、
前後ろあるでしょ。でどっち向いてんか分かんなくなっちゃう、ね、このヘッドレスモードっていうのを使うと、もう見て左ってやったら左に動く、右ってやったら右に動くね。でもどっちの向きを向いててもそう動いてくれるというね、私ありがたい機能が初心者用にあります。あれ、ね、はい。そしてね、これがね、これだけリアルタイムジェスチャーね、原石行動位置、ヘッドレスモード、ホバリングモードね、そして3段階のスピード切り替え、そう、初心者のうちは早いとね、あーあーってなっちゃうからね、ゆっくり普通高速と3段階あるんでね、ピッピピッピピピッだと思うけどね。はい。そしてね、今回はこの音声でも制御することができるってことで、いや HS340 すごいよね。おじいもねワクワクドキドキしちゃうよこれ。はい。そしてね、このジェスチャー撮影、マジっすか、ジェスチャーで撮影してくれんのね。ジェスチャー撮影機能があり、カメラの正面で片手でピースをし、カメラがそれを認識すると自動的に写真を撮ってくれる。マジかすげえ機能だな本当。で自動的に写真を撮ることができる。またあの手のひらをカメラの前にかざすと自動でビデオ録画を開始することが可能です。本当すごいね。こんなの、あの友達同士とかカップルでやったら楽しいよね本当。誰かに頼まなきゃね、撮影なんかしてもらえないのにさ、ドローンちゃんがそれやってくれるってことだよね。すげえなね。はい。そしてね、まあ自分の、スマホでね、こうなぞった通りに今飛んでくれるというね、まあこのモードを紹介しました。で、まあホバリングね、この一定の場所をね、ぐる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 こう回ってなさいよっていうね、そういう機能。で、あと 3D フリップですね。これ2位の方向に押すと、ぐるってこうなるやつね。これはね、今まで UFO ドローンとかね、いろんなのくっついてたけどね、この 3D フリップね、もうワンタッチで、グーンってやるとグリンってこうね、こう、してんときなんかもそうやね、ギューン、グリンってこうなるでしょね、ブリンプラスとか、あんな感じを楽しみだね。グリンってね、これかっちょいいよね。はい。そしてね、3段切り替えスピードね、まあ初心者のうちはゆっくりやってるといいと思う。ドローンってね、これね、おじいもこのホリストーンさんのドローンから一番最初スタートしてるんだよこれがね。実はで左手一個で実は焦らないでぐる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 回すところから練習ね。おじいもまだまだ下手くそなんだけどね、ゆっくりゆっくりね、焦らないで、まあ、覚えることね、初心者向きにね、3段階スピード嬉しいねこれね。ヘッドレスモードもね嬉しい。でもね、ヘッドレスモードは時によってね、やっぱ面白さが半減しちゃうので、やっぱりね、車のラジコン好きだったからね、やっぱり方向性が分かってる方がおじいは好きだけどね。ただね、こう明かりがついてくれるドローンじゃないと今どっち向いてるか分かんないんだよね、光がないとね。はい。そしてね、これがすごいね、トリム調整がついてます。これね、飛行が不安定になる場合はトリム調整機能によって流れてしまうと反対方向に調整することができますよってことで、いや、こんな機能もついてるんだね、すごいね今のやつって。で、機体サイズが 173mm の 180mm ね、だから本当ね、この手 これぐらいだね、手のひらのお値段これぐらいで収まるってことはね、すごいね、びっくりだね。はい。そして重要な部分、型番は HS340、重さは 50g です。これね、50g です。で、飛行時間は24分、バッテリー2個でね、合計22分、走行することができます。で、200g 以下なんで、まあ、特別な許可はいらないです、ね。ただね、表で飛ばしてもちっちゃいんで、風に流されちゃうんでね、まあ、お部屋の中で遊ぶのが、まあ、無難かなとは思います。それかもう、風がない時にね、安全な飛ばしてもいい公園とかね、原っぱとかね、そういうところで安全に遊ぶのがいいんじゃないかなと思います。で、モーターの品番はね、615を使っているそうで、電波は 2.4GB を使っておりますね。オレンジトンさんはね、もう全部技的認証とかも全部ね、受けてるので、まあ、ここら辺はね、安心です。で、操作距離は障害物が何もないところで約 40m ね、目が届くところで、飛ばすことができます。で、バッテリー容量は 3.7V の 500mAh が2個ついてますよってことです。充電時間は1個60分、ね、カメラのレンズ角度は75度となっています。
で画素数、録画の画素数は 1280×720p での録画になります。でリアルタイム距離はだいたいね、障害物がないところで30メートルということですからね。送信機の操作は40メートルね、なのでまあだいたいそのプロポの方は10メーター余裕があるということだね。そして保存形式は写真は JPG、 映像は AVI もしくは MP4 ということですからね。これどっちなんだろうね、これね。はい、で操作モードはモード1、モード2ね、まあ自由に変更することがね、あの2人でレースして遊ぶとかね、モード1、モード2とかでね、瞬間で切り替えることができるんでしょう、ね。はい、そんなわけでオープンボックスいきましょう。アングルを変えたいと思います。こちら見て。はい、それじゃあね、アングル変えました。開封していきましょう。ね、パッケージはこんな感じになってます。グルリン、パッド。ね、グリ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 ン。はい、裏側もね、こんな感じになっております。はい、グリ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 ン。じゃあね、後ろにもね、いっぱいあるんだね。はい、日本語もあります。ここでね。はい、じゃあ開封したいと思います。ここからかな。ね、これね、プロテクトシールがかかってるんで、これ新品未開封の証。これは嬉しいよね。消費者からしてみたらね。新しいのーって感じするもんね。うん、おじいは大好き。ね。よいしょ、アマゾンから来た時にね、ほんとこれ新品かなって思う場合あるもんね。うん、はい、じゃあね、中を開けてみましょう。てれってれーん。てけてん。ね。はい、こんな感じで中はね、入っております。で、必ずね、バッテリーが入っているものはね、取り扱い気をつけてねーってことで、まあ、このようなものが入っております。はい、そしてね、これ保証期間。ね。これ初期不良はね、6ヶ月ね、交換してくれます。そしてスペアパーツね、割引提供、これ2年間対応しているそうですね。で、何か指紋があったらカスタマーサービスね、はい、ここにちょうだいねってことで、まあ、サポートカードが入っておりましたね。はい、そしてこちらが日本語マニュアルね、ジャパニーズランゲージのマニュアルになってます。いや、これね、よいしょ、テレレレンデーン。はい、ジャパニーズランゲージはね、こっからになりますね。こっからね、ずーっとね、はい、もうストアの QR コードとかね、うん、YouTube とかね、LINE とか、こういっぱい QR があるよ。ね。はい、そして図解説明入りね。これ使い方がね、結構、いっぱいあるからね、機能がね。長いね。うん。はい、まあ、まだまだあるのかな。ね、ここまでがぎっしりと日本語マニュアルになっています。ね。はい。で、ここにね、iOS と Android のアプリの QR があるので、ここでアプリをね、ダウンロードしましょう。はい。ちゃんとマニュアルがね、ついております。はい。そしてね、本体はこちらになります。はい。パッケージ開けて、ね。わー、今回のドローンもね、まあ、可愛らしさとかっこよさがね、ちょうどミックスした感じだね。うん。はい。よいしょ。ね。わ、可愛い。手のひらサイズね。ちょうど程よい大きさ、軽いし、ね。だって 50g だもんね。すごいよね。うん、はい、裏側ね、ズームします。ちょっとこうピントが合うかな。はい、ここね、技的認証ちゃんとついております。安心してください。ね。はい、まあ、このまま飛ばせるんだけどもね、せっかくここにガードがついてるので、ね、このガード、ね、ちゃんとこう、つけたいよね。これね、パチンパチンってね。そして、はい、これがワンタッチで取り替え可能なバッテリーになりますね。これがね、嬉しいんだよ、ここね。ここにワンタッチで入るね。だ、ネジをいちいち締めたりしなくてもいいってことだね、これね。で、ここがね、こことこの内側のね、こっち側に合わせてこの向きだね。で、カチャン、これで OK。 すごいでしょ。で、外すときは、ここ、ちゃんとこう引っ掛けるところがあるからね、これ。これでこうカチンって入ってるけど、ここがほら、出っ張ってるから、ここのところに爪引っ掛ければ、ほら、すぐに外すことができる。めちゃめちゃいいでしょ、これね。今までの朝、これこうやって外してパコンって蓋上げてね、閉めてたでしょ。ね。今、こういう時代なんだよ。嬉しいね、これもね。はい。で、これは何かというと、
プロポにつけるやつ。これね、スマートフォンをつけるやつ。これほら、こうして伸びるからね。これね。はい。で、一応一通り見て。で、これがプロポになります。おー。ね。このおもちゃのカチカチじゃなくてね、ちゃんと真ん中にこう戻るタイプね。で、結構ね、バネが結構ね、しっかりと効いてるね。このニュートラルポジションに結構しっかりとこう戻りやすいタイプになってますね。扱いやすいね。で、大きさもね、ちょうど日本人の手にこう馴染む大きさだよね。で、このここもうみんなもプレイステーションとかね、ゲームで慣れてるよね、このポジションね。はい。まあ大体ね、ここリリックとか、あ、これフリップになってるのかな、ここはね。うん。リリック着陸はここかな。ね。ほら。ここに上がる下がる。ね。これがリリックピョーン。で、緊急着陸もこれね、ピョーンってなるんだね。うん。こっち側はね、スピード3段階。ピッ、ピピッ、ピピピッってね、ここです。ね。まだ大体やってればね、なる。で、これがフリップボタンで、グリンってね、このフリップボタンを押してくるんだとね、グリンってこうなるんだね、これがね。うん、いや、結構ね、おじいも覚えてるもんだね。で、これスマートフォンを使う場合は、これね、これが、ここのところ、これカチャーンってこうつくんだけど、ちょっとこれね、取り付け方をしっかりと見ないとわからないんだよね。うん、後で見て取り付けたいと思います。おそらくね、これ、こういう形になってるので、どっかに入るんだろうね、これね。どっかに入るんだね。パッと見てわかんないの悔しいけどね。はい、そして、これ。よいしょ。はい、これが、タイプ B のこれね、充電ケーブルになります。で、これがさ、よいしょ。はい、ね、もう一つね、ここにあるんですよ。よいしょ。はい。これね、実はね、充電ケーブルが2個ついてるんです。これどういうことかっていうと、これね、充電するのに、ここにこのケーブルの先端をつけます。これ実はね、うん、ここにワンタッチで、このようにしてつけます。で、本来だったら、これを充電したら、外して、で、また2個目のやつをね、これを充電するよね。これね。でも、時間が倍かかっちゃうよね。2倍かかるよね。なので、ホリンストーさんは、優しいよね。この2つのバッテリーを同時に充電できるように、はい、この充電ケーブルも2つつけてくれました。なので、2つ同時に充電することができるんです。素晴らしいね。で、万が一、ケーブルが、ね、うっかりなんかこう切っちゃったとかね、曲げちゃったとか壊したとしても、もう一本、二本入ってれば安心だよね。これね。これがね、やっぱホリストーンさんのね、サービスの良さなんだね。ここがね、うん。はい。そしてね、まだまだね、サービスのいいところがね、あるんだよ。ね。はい。まあ、これ、ドライバーはついている。そして、ここです。はい。プロペラ。ね。これドローンって、これプロペラね。まあ、慣れないうちはあっちぶつけ、こっちぶつけしてね、ひっくり返してはって、まあ、破損する場合もあるよね。はい。交換用のプロペラが1、2、3、4本ね、ワンセットついてるんです。ね。嬉しいでしょ？これね。サービスいいよね。うん、はい。そして、ここにね、両面のこれ丸いのがついてるんだけど、これはね、何に使うのかね、うん、おじいにもよくわかんないけど、これ何に使うんだろうね、これね。これ、謎なんだけど、これとかドローンの着陸すると、ここに使うのかな、そうなのかな。ちょっとね、これは謎なんだけど、また解読しておきたいと思います。ね。はい。そしてね、ここにこう、ちっちゃいこうネジがあるんだね、これね。このネジはね、何に使うのかなっていうのはね、うん、おじいもね、よくわかっておりません。ね。はい。そして、ここね、太陽電池が1本、2本、3本使います。これね。はい。これはね、入っていないので、ご自身で用意してください。ね。はい。それではね、一回、ね、充電して、ちょっと飛ばす準備したいと思います。で、もう一つね、やらなければならないことは、これだね。アプリ、ね。
アプリ、これ QR コードを使ってアプリをインストールしたいと思います。はい、それじゃあね、バッテリーはこのように2つ同時にね、今充電しています。で、充電中はね、このレッドの LED がね、点灯しています。はい、まあフル充電までね、こうして置いておきましょう。で、プロポね、これ、まあ、スマホをつける、これアダプター。これは、ここ、ね、これを、これ押してね、これパコって取るんだね、これね。ちょっと形状が引きにく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 いけども、ね。これ押すとね、パコって取れるんだけど、こうなってるもんで、これ掴みにくいんだよな、これね。逆の形状だったらいいんだけどね。これね、よいしょ、なかなか、よいしょ。なかなかね、引っこ抜くのがちょっと大変なんだけど、はい、これで抜けました。これね。はい、そしたらね、これ形状がこうなってるんで、ここ凹凸になってるんだね、これね。はい、向きを合わせて、これね。はい、ドッキングです。これで OK です。で、これ外すときまたこのね、突起部分をこうして押さえれば簡単に抜ける。そしてしまうときはね、またこっちの方を戻して、はい、これで OK です。ね。これを取るときにね、またね、よいしょ、はい、腰がいるんだね、これね。はい、このようにこうワンタッチで入れ替える。ね。はい、ここにあとスマートフォンをね、挿すだけです。これね。はい、で、元気なおじいね、今これあの、スマートフォン、ね、アプリの方は今ダウンロードしました。ね。ね。はい、これです。このアプリを開くってやると、はい、このようにね、アプリがダウンロードできました。まだね、接続してないと認識しないけれどもね。で、スマートフォンを使うときには、こうやって使うんだね。ね、肩だね。はい、そしてね、あと行うべきことは、このプロペラのガード、ここね、この4箇所、ここに、このね、ガードをつけます。これね。で、昔はね、ガードつけるっていうとね、2箇所ぐらいネジつけたりしたんだけど、今のやつはね、結構簡単にできるみたいよ。ここほら、ポッチになってるんだけど、ここね、2箇所ほら、ポッチ。で、ここね、よーく見ると、ピントが合うかな。ここね、穴開いてるんだね、これね。うん。こう形がこうして合うので、で、この穴に、これね、ただこうして、こうはめ込んで押し込むだけなんだね。はい。これで OK だね、これね。はい、入りました。しっかりと。いや、簡単。だからこれ、外すときもほら、ワンタッチで取れるんだね。すんごい、めちゃめちゃ簡単。ね。ウルトラ簡単です。はい。じゃあこれね、4箇所つけましょう。はい。だどっか持ってってさ、じゃあ飛ばすぞっていうときに、これだったらいいよね。組み立て楽だからね。うん。やっぱドライバー使ってさ、ね、あ、ネジ落とした、なくなっちゃった、どこ行った、つってね、騒いだ経験皆さんあると思うんだけど、これだったら簡単だよね。うん。なんかこう、お菓子とかご飯食べながらさ、こうして準備できるもんね。ほら、もうこれで OK なんだよ。ね。簡単でしょ？ね。はい、それじゃあ、あとはね、バッテリーがね、充電終わるのを待つばかりですね。交換用のプロペラと、あとちゃんとこのプロペラつけるための、ここにね、こうネジがね、4本ついてるので、まあ、交換するときのキットだね、これはね。ありがたいね、ほんとね。はい、それじゃあ、充電完了まで待ちましょう。はい、そんなわけでね、ドローンちゃんを飛ばしたいと思います。でね、いや、ものすごく1時間以上かけて、今ここね、飛ばせる準備してました。で、今回は、ドローンの通常飛行のみとさせてください。その理由は、ビデオカメラで撮っているので、画角が狭いので、ちょっとね、すべてを撮ることができません。で、ウェブカメラで撮ると、画角広く撮れるので、それで改めて撮ります。で、フォーマットが違うので、ソフトウェアの方で、ドッキングできないんだね。エラーが出ちゃうので。なので、動画を分けなければいけないっていうね、所有制約がありますね。ご了承ください。この動画ではテスト飛行のみになります。ね、
いやこの時期ね、あとね今扇風機回してるけど空気を混ぜちゃうと締め切ってやらないとドローン流れちゃうんでもう汗だくなんだね。今雨降りだし台風みたいに来てるしね、なので今これを消してね、はい、今ちょっと空気混ざっちゃってるかもしれないけど、まあね、条件悪いかもしれないけどね、まず一発チャレンジしたいと思います。で今充電が終わったこのね、バッテリーをまずはセットするところから始まりましたね。これさっきねお手本でセットしたやつがここに入っているので、ね、今フル充電終わってます。はい、ここまずねセットしました。そしたらペアリングなんだけれどもドローンはね、同じなんだよね、ここ長押しして電源をね入れます。はい、そしたら水平なところに水平なところにねドローンを置きます。そしたらこれねピッと押してで、ね、こうして上下でこれでペアリングできましたね。これドローン操作方法みんな同じなんだよね。で左がワンタッチで、フライトできるんで、まあ、ちょっとテスト走行ねやってみたいと思います。うまく飛ばせるかな、久しぶりだな本当ね。よし、これが一番ゆっくりなモード、ピッってやつね。さあ行くぞ、レッツゴー、行くよ、プロペラ回ったから、せーの、いいよ、おー、おー、久しぶりだな、久しぶりだな、うわーい、逆だ、このお尻なのね、前が、おー、モード切り替えがあるからな、これが、よいしょ。あ、そうか、カメラついてるからね、こちらが前なんだね。うん、ね、いやーモードあってよかったね。今ほら空気が流れちゃってるんで、ね、うん、はい、まあでもちゃんと飛行できます。上に回してスティックね、左片っぽだけどね、こう上にして高さ調整して、でこの上下の高さ調整と、あともう左に回してるだけでね、勝手に流れてるんで、まあ、ちょっとこうバランス調整するだけで、とりあえずどんなもんかなっていうね、テストはできるよね、うん、でちょっと上がったかなと思って下がって、まあ、スピードはね、いきなり上げると失敗するからね、うん、安定してるね、やっぱね、さすが、うん、ホリストンさんのやつはね、間違いがない。操作しやすい。はい、このように左スティックだけでとりあえずこう旋回して走る、逆もできるよ。こうしてね、左回りしようと思ったらこうして向きを変えてあげるだけ で、明かりがついてる方が後ろになります。前にカメラがついてるんでね、うん、でこちらのスティックは前進で、これ後進なんでね、こうやってドローン慣れてればこうやって操作ができるんだけど、まあ、最初慣れないうちは右スティックはねない状態でこうしてぐる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 回してた方が、まあ、ちょっとこう練習になるよね、うん、あ、さすがだな、操作しやすいな。おじいもドローン初心者なんだけど、うん、楽しい。よいしょ、ブワーン。まあ、これがね、スピードが速くなったら、ちょっとさすがにね、おいしいもね、コントロール、今流れちゃってるから無理かもしれないけど、ね。あ、じゃあちょっとね、こっちに近づけていきましょう。よいしょっと。はい、自分のとこまでね、持って、おー、上、うわ、涼しい、ね、あ、楽しいなー。やっぱ久しぶりだ。でね、右側の左右は、こっち左に行く。で、こっち右に行く。ね。ドローンはね。で、前にすると、こっちにやってくる。ね、で、左右振るとき、こっち向いてるから、右にやると左に行くからね。こうやって。で、左に行くと、こう右に行くからね。これがね、向き、わからなくなっちゃうのね。最初のうちはね。で、ぐるーっと回して、お尻赤い方を向けてね。
そうすると左にあると左に行って右にあると右に行くからね、うん、まあこの基本操作パニックになってもできるようになったら一人前だよね、うん、おじいまだまだ無理だなでもおじいみたいな初心者がねこうやってねこうぶつけないでこうして飛行できるっていうのはねやっぱ操作しやすいんだよ、うん、初心者にも優しいんだね、うん、はい、でねフライトをやめたい時はこれ離陸ボタンがあるんでピッてやるとはいスーって下に行くんで、ね、どっか行っちゃうことがない。これでもう離陸も着陸もワンタッチでできるんだね。はい、よいしょ。久しぶりだったけどすごい楽しいね。じゃあね、今回はテスト飛行ということでオープンボックス編の動画はここまでになります。次の動画、次のシーンにね、バトンタッチします。アマゾンの紹介ね。でね、肝心なこのスマートフォンをつけたりとかあとフリックしたりとかね、この起動とかそういった機能があるのでそれはねこの部屋全体をウェブカメラで広角で撮るのでそっちの方で撮影したいと思いますね。お楽しみにしてください。ちょっと今回ね画面暗いかもしれないけどね本当光源の関係で見にくいのは申し訳ない。じゃあまたいつもの場面に戻ります。はい、そんなわけでいかがだったでしょうか。いいでしょう、 HS340 ね、すごいものが新登場したよね。はい、気になるのはお値段の方です。いやもう今までだったら1万円超えだよねこの機能というのはね。はい、安心してください。この Amazon のリングこのね下に貼ってあるけどもね、いくよ、せーの、でれーん、はい、やったーね、堀井翔さんすごいね、もう早くもね、2人評価してる方がいるけどもね、お値段の方が6780円です。いやこの機能性能で半分ぐらいになったのって思ってびっくりしたところになんと 20% オフのクーポンがここにあります。すごいよね、 20% オフってことは1300円ぐらいはここから安くなるから5500円、もう5500円切っちゃうってことなんだよね。5500円切っちゃう、すごい安いよねこれね。こんだけの機能があったらいやー飽きないよね、本当嬉しいよね。はい、そんなわけでまだ発売して1週間経っておりませんね、元気なおじいが紹介しきれなかった部分は直接この Amazon のページリンクにあるのでね、見てみてください。もうね、このドローンではねもう知らない人はいないよね、ホリーストーンさんですね、ショップさんはホリトンね、もうおじいのところでもいろんなものを、ね、紹介させていただいております。ありがとうございます。で、このホリストーンの、ね、ドローンは本当に、ね、ミニドローン扱いやすいです、ね、めちゃめちゃ扱いやすいです、ね、まあ、おじいもね本当ふふふふふって言いながらね簡単に飛ばすことができるのがホリストーンさんのドローンのいいところです。これがね、はい、そんなわけで、これはねまた続編を作りたいと思います、ね、もうめちゃめちゃ長くなっちゃうからね、全部やってたらね、楽しみながらいろんな動画を増やしていきたいと思います。あと知りたいこととかリクエストがあったらこのコメント欄に書いてください。劇団おじいに分かることだったら動画でお答えしたいと思います。そんなわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。